はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は2022年藤井竜王の将棋の中で一番印象に残った一局を教えてくださいという視聴者さんから質問がありましたので、それに回答する形で第93期ヒューリック杯棋聖戦第2局永瀬王座との将棋のハイライトやらせていただきたいと思います。このシリーズは永瀬王座が先勝して第2局も先手の永瀬王座がずっと優勢で来ておりました。このままだと藤井棋聖がタイトル戦初めての連敗を喫してしまうんじゃないかと大いに心配されていたんですが、115手目永瀬王座が3人の金で3一金と藤井棋聖の飛車を取ったのが6万10致命的な一手となってしまいました。ここで息を吹き返した藤井棋聖が9七銀という絶妙の一着を放って大逆転を決めました。本当にすごい手でしたね。解説の飯島八段によると、藤井竜王の名手の中でも一番綺麗な手と評されております。本当に次の一手本からそのまま飛び出してきたような京都系の焦点に打ち込む、まさに、退路を塞ぐ焦点の捨て駒、見事な見事な一着でした。これだけ綺麗な次の一手っていうのはなかなかプロの将棋ではお目にかかれないですね。9七銀に対して実戦は永瀬王座が1一飛車と打ち込んでいったんですが、ちょっと飛車を使ってしまって最後のあやが消えて、さらに評価値上は差がつく格好になりました。1一飛車で3000点ほどで、 AI が一番粘れるとしていたのがここから同香か同桂かというところで、それはどっちも2000点台前半で並んでおりました。順番に見ていきたいと思います。まず同香は6七歩成とする手がさっきと違って詰めろとなります。さっき9七銀打たずに単に6七歩成だと実は詰めろになってなかったんですね。それで後手が負け筋に入っておりました。またちょっと後ほどやっていきたいと思います。で、同香なら6七歩成が9七地点を封鎖しておりまして詰めろになっています。例えば4一角と打ち込んでいくと7八金と打ちまして、同飛車同と同玉6七銀8八玉の時に、ここで9七地点が塞がっているのが大きいですね。7八飛車と打って詰みになります。もし9七銀打ってないとここで9七玉とかわされて詰まずに大変なことになってしまっておりました。で、7八飛車に9九玉ならもちろん9八金までの簡単な詰みとなります。ということでこの同香の変化は6七歩成となりまして、あとはもうちょっと受けても完全に一手一手ですし、攻める手段も4一角は詰まされるということで、これは完全に後手の勝ちとなります。この6七歩成を詰めろにするための捨て駒だったというわけですね。また問題は同桂と取る変化になります。これが実は厄介と言われておりました。同桂に対して6七歩成としますと1一飛車と打つのが好手で、1二桂と合駒を使わせて2一角と打った局面が先手玉詰まず後手玉は受けなしで、なんとこれは先手の勝ち筋となっておりました。例えばここ後手1二の桂馬を2二金打とかで受けようとしても1二角成から詰まされてしまいます。取って取って取って2一銀取って2二玉には3二金と引いて、どっちに関しても1二金まで詰んじゃうというわけですね。手順は多少前後しますが、いずれにしてもこの2一銀から簡単な詰みとなってしまいます。ということで、2二金打ち受かりませんし、2五歩では1二角成から1三銀で受けきれませんので、これで後手玉が受けなし、先手玉は7八金から迫っても同飛車同と同玉でわずかに足りず、詰まずに、勝ちということになってしまうわけですね。例えば6七銀と打っても8九玉とギリギリのかわし方をしまして、飛車打っても王様はかわして、これはちょっと足りないです。7八飛車成には8八金合いで詰まないですね。で、7八金と打っても9八玉でこれもちょっと足りずに詰まないという格好になってしまいます。他にもいろいろ3八飛車とか惜しい筋はあるんですけど、6八歩6七桂成同玉5八飛車成に上に逃げてくれたら5五金で詰むんですが、7八玉でこれもちょっとギリギリ足りずに勝ち筋ということになるわけですね。ということで、じゃあ9七同桂に6七歩成じゃ負けだからダメじゃないかって思うんですが、ここで4八歩とするのが継続の好手となります。実戦は
永瀬五段が飛車打ちを利かしていたんですが、まあ、ほぼ同じ局面に入っていきました。この4八歩がうまい手でしたね。6七歩成だと負けなんですが、4八歩と飛車の道を遮れば、これが詰めろで勝ち筋という形になっていきます。例えばこれ、4一角と詰めろをかけても、7八金と打って先に先手玉積んでしまいます。同玉に6七歩成としまして、王様かわして金打って逃げて8九銀までの詰みというわけですね。ということで、この筋が詰んでしまうので、4八歩に対して何か受けないといけないんですが、6八歩には6七桂ならずが好手で寄り筋となります。仮に8八玉なら7八金と捨てて、同玉7九金、8八玉9六桂、9八玉8九銀という、まあ、9六に桂馬を打つっていう筋も生じていて、詰みになってしまうというわけですね。またこれ、同歩と取ると同歩成とされまして、これも結局ほとんど受けがなくなってしまうという格好になります。ということで、いずれもこれも負けになっちゃうというわけですね。またここで平凡に6七歩成とする手も非常に有力で、それも先手が勝ち筋、それも後手が勝ち筋という形になっていきます。まあ、1一飛車を利かしてない状態だとこの6七桂成図が一番厳しいという形ですね。まあ、ということで、この4八歩で先手玉はほとんど受けなし、後手玉は詰まず勝負ありという格好になりました。遡って永瀬王座は3一金と飛車を取るところで7九の王様を8八玉と早逃げしておけば、本譜の9七銀がなく先手が優勢となっておりました。まさに痛恨の一着というところですね。藤井棋聖の毒まんじゅう。まあ、ただ取れる飛車を取ってそれが敗着になるっていうのはあまりにも辛いことなんですが、まあ、それがやっぱり藤井棋聖の終盤力なのかなと思います。8八玉以下、まあ、6七歩成の場合はそこで3一金と取って、これで9七銀がないので、まあ、上に上に行けるという形ですね。一応後手が一番怖い勝負手としては9六銀という恐ろしい手があるんですが、同香と取りまして7七とに同桂と取って6七桂成としつこく迫ってくる手に9七玉とかわしておくのが手堅い好手で、これで先手が勝ち筋となります。一例として6八銀で詰めろかけてきたら8八銀とここから打っておきまして、ま、7七銀ならずならこれが飛車の横利きで詰めろになってないので4一角と打って2三角成同玉4一角の詰めろかけて勝ちですね。またここで7七成桂には6八飛車と取って、同成桂には1一飛車1二桂2一角と打てば、やはり先ほどと同じように2二金取っても1二からバラして詰んでしまうので、これも先手の勝ち筋となります。藤井棋聖にとっては白氷の勝利、九死に一生を得た形ですが、まあ、この一局を境に3連勝、この局含めて3連勝、見事に棋聖防衛となりました。今藤井棋聖は五冠王になって、そしてさらに棋王にも挑戦を決めて六冠取るんじゃないかというところまで来ておりますが、まさにこの8八玉が運命の分かれ道だったかもしれません。この8八玉か3一金かというのが運命の大きな大きな分かれ道だったかもしれません。そういった意味も込めてこの藤井棋聖のそういった意味も込めてこの9七銀、個人的には一番印象に残っている一手でございました。この一手がまさに3一金か8八玉かこの9七銀があるかないか、これで本当に運命が変わっていたんじゃないかなと、それぐらいの一着ですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。